最初何これって思った。一口目スーッと来て、あ、後からふわっとビール来たみたいな。新発売一番搾り柔らか仕立て、こんなのあったんだ。お願いします。こっち見たりっていう感じでお願いします。じゃあ行きます。驚きで、うん、あ、いいですね、いいですね。で少しこの辺りは多分目線だけ、はい、そうです。いいあんばい、ちょっとできた、はい、手首が、かわいい、そっち向いてかわいい。社会人とかね、かわいい。 OK です、はい、はい、ありがとうございました。はい、お願いします。お願いします、まあ、世界観もなんか割とこういう風にちょっとこう、うん、なんかちょっとビューティーっぽくはしてるので、うんうん、あのその中でなんか気分が上がる感じでやれたらいいなと思ってます。行ってみましょうか。はい、お願いします。お願いします。お願いします。新発売一番搾り柔らか仕立て、こっちだよ、おいで。はい、乾杯。カット。あ、乾杯って言ってた。乾杯。スタート。後からふわっとビール来たみたいな。かわいい。はい、カット。はい、カット。はい、本番。はい、おい。いや、これびっくり。スタート。新しすぎるでしょ、これ。うまいけどね。はい、カット。せーの。それはなしで。あ、かわいい。あ、いいね、いいね、すごい、かわいい。はい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 。あ、いい、いい、はい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 。私好きかも。うん、かわいい。ありがとうございました。何回も。いや、ありがとうございました。夢叶いました。ありがとうございます。ありがとうございました。まずビールの CM に出たい出たいっていろんな人に言い回ってたので、あの実際にお仕事が来て本当にすごい嬉しくて、 お母さんにも伝えたし、本当に一番今年嬉しい出来事かもしれないですね。あ、でも結婚の方が嬉しかったかもしれないけど、どっちも一番嬉しかったですね。その自分がテレビで見てた芸能人たちのこのビール飲むな、こうやって撮ってるんだっていう、なんかある意味勉強にもなったというか、すごい、あ、自分ビールの CM に出てるっていうなんか実感が湧いて、この世界入ってよかったなって思いました。ではお疲れ様でした。いただきます。最高です。今回初めて飲ませていただいて、本当なんかさっと入ってくる、今みたいにお仕事が疲れて終わった時にさっと飲めて、でもう一本飲みたくなるような美味しさでした。めちゃくちゃ飲みます。絶対冷蔵庫にはあのストックしてありますし、なくなったらもう焦っちゃうくらい、やっぱ仕事終わったらビールで、今日一日お疲れ様でしたってあのやるのが自分のなんていうんですかね、達成感じゃないけど、お仕事頑張った時のご褒美としていつも飲んでますね。でも全然昼からでも飲んじゃいますけどね。お休みだったらお昼からビール、何も頑張ってないけど飲むのも大好きです。でも一番近い人で言ったら、あの私のお母さん、お母さんと家族であのゆっくり2人で話すのもいいですね。お母さんと2人で飲みたいです。今25歳になって、25、26、27はなんかたくさん海外旅行に行きたいなって思ってるので、私のお母さんは結構英語がペラペラなんですよ。だから本当それを
教えてもらいたいですね。英語が喋れるようになりたい。本当はやりたくないけど、こうやって喋んないとやる機会にならないので、英語ちょっとでもいいので簡単な言葉でも喋りたいです。藤田ニコルです。一番搾り柔らか仕立てはビール好きな人はもちろん、これまでビールが苦手だったりあまり飲まない人にもおすすめです。本当にこんな美味しさは初めてというか、これまでになかった初体験の滑らかさで柔らかさを感じられるビールになってます。ぜひ一度皆さんも飲んでみてください。